めちゃくちゃちっちゃいの。あ、それがあのペロポネーシスマルギナ。あ、また違うの。ちっちゃいマルギ。15センチぐらいで終わるんですよ。僕も出演したいのか。でかいね。スイ。え、品種が？ワイズマウンテンとスタンダードブージョンのミックス。覚えられない。もっとでかくなるってこと。まだ今生後10ヶ月。1歳超えてから月1キロぐらい増えるって言うんで。だからあと10キロぐらいは。すげえ。ちょっと見ると尻尾が。これオスだ、ね。うん。これ完全にオスですもんね。で、こんだけ出てるから、うん、メス、うん、こっちはメス、うん、このままなんでメスでいいのかなっていう。これはオス、ね、これでもこれもう出ない。これ完全にオスだね。オスな、甲羅の形がオスだね。オスなんですかね。でももうオスの方は尻尾ちっちゃい、ね、そうなんです。このサイズでもとっくに出たんですよ。ちっちゃいけどなんか甲羅の形はオスだ、ね、そうなんです。そうだから、これとこれが甲羅の形、復興とかも違うから、あ、オスとメスじゃんと思ったら、どっちも尻尾出てこない。わ、うん、かんない。そう、こう細いし、ここが細いし、オスっぽいですよね。オスっぽい。でも全然で、こいつの方が乗られるんですよ。オスに。わかんない、うん。うん。もしかしたらメスなのかな。このちっちゃいのは違うやつ。これがペロプネスです。全然成長しない。これはマルギの最小種って、うん。ウサギとカメの物語のカメらしいです、モデル。あ、そうなんですか。これがウサギと競争した。でも全然成長しないんで怖いです。ほぼ動いてない。食うのに全然成長しない。陸がね、あるオスメス、オスメス、これメス、メス、あの、そう、柄ない方がメス。なんか後ろ足のポッチを、そうそうそう、ポッチが後ろ足のここの、ここのとこに、これ一緒にするともうかかっちゃうんじゃない。自然になりきれかかったらかかったで。若い頃にはお任せしよう。ということで、再びキリンジさんちのお家にやってきました。これはね、風がそうだね。それ下の段に置いたのは下に向いたんです、うん、で上の段に上げると上向いて、それを繰り返してて最後壁固定しちゃったっていう。これだけは上に、私たのはそこに置いとけば上向くんですよ。上にライト、ね、そう、ここの下の段に入れちゃったんですよ。あ、そしたらみんな下向いちゃって、結構やっぱ湿度高いから、やっぱりもうちょっとね、風通しい方がいいかもしれない。すごいですね、全部タケノコ状態。あれが全てこうなった。あれは、これが全部あれ。何があったの。この株もあれと同じぐらいバサバサしたのが今2つに2分割になって、うん、やっぱなんか勢いが落ちてしまう。なんかいきなりだから多分大きくなって、うん、多分俺が油断をしたの で、うん、で、うん、そう、最初の下の段にだけだった、うん、下の段に置いてたのを、うん、これをラックにして2段式にしたら、うん、いきなりポラ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 、高さを60センチぐらい変わっただけで。これミユクティ、それは違う、それはあの、これは違うです、ね、スーパーハイポーダブルヘテロ、スーパーハイポーダブルヘテロプラスマイナスアルビ、はい、何それプラスマイナスアルビノ のスーパーハイポーをかけたやつ、うまくかけるとアルビノスーパーハイポープラスマイナスアルビノが出る、黄色の黄金色のやつが、にしに多分ハイポーも入るから、ね、すんごいめちゃくちゃ黄色いのが出るし、それを狙おうと、楽しいかなっていう。ただ単に繁殖するよりはなんかいろんなので楽しいかなっていう。あ、でもオスメス、そうそう、オスさんメスさん。そして腹掛けが、腹掛けこれいっぱいですね。これってサイズどんなもんなんですか。これでそれは70の40。アダルトではないんですか。腹掛けが、腹掛けは上のタイプはスモールタイプだから、はい、もうそれで10歳以上。あ、そうなんですね。日本来て10ちょっと、そのワイルド。で、下の段の子はちっちゃい。ちっちゃい。これスモールタイプ。昔、これくらいの衣装ケースでさ、でっかい噛みつきが入っててさ、指ひゅーってやったらさ、バーンってきてさ。それはどこの子かというの。まあ昔の熱帯魚屋さんとか。腹掛けがじゃあ2ペアいるんですか。オス1メス3なんだ。お、ハミルトンでかくなったね。去年だっけ来たの。一昨年か。だからでかくなってんね。
もう草亀だったら産んでもいいかもしれないサイズ。生成時期もうたもうちょいっすよ。でも生成時期、あ、結局オスメスどうなったの？オスメスはちゃんとバッチリでした。あ、オスメスなったの？下がオスで上がメスで、やっぱりあの高校版の形の違いでバッチリ1歳ぐらいで、これメスでオス、うん、持っちゃって大丈夫ですよ。ただこれ邪魔ないに置いとくからね、引き出せない。そう、お水重いんだ今片手でできなかったんだけど、こぼさないんで、これであのガシャンとかそんなミラクルえ、それやばい、出ないかな、それもうちょっと出さないと、はい、下の方が引っ張ったらいい。あ、OK、これぐらいいい、見るのおとなしい。うわぁ、え、顔かわいい。ちゃんとあの金台でプラケに入ってんのは見たことあるんですけど、こんなちゃんとは初めて見ました。顔が結構犬顔で、え、かわいい。で、オス、オス高校版の形がこの結構細くてこう尖ってるの、尻尾ちっちゃいのに、尻尾はでも根元は伸びてるけど小さい。フラガルともうなんか尻尾そんなに草髪はほどじゃ、まあ草髪はオス、うん、そもそも黒くなるし、え、これってどんぐらいでかくなんでしたっけ、でかくなるって言って20センチぐらいになるよ、ね、25、6がいいとかも、じゃあこの本当このサイズぐらい、そうだね、それぐらいの見たことあるでしょ、昔。でもやっぱ30はなかなかいかない。へえ、そして、あ、最近お高い木干しが、あ、木干し、これはどこの木干しですか？トンキチさんの、どこの家行ってもトゥルカナがいる。好き、トゥルカナ好き、トゥルカナといえばおしゅうばるも、どこにでもいるよね、サトタさんのフロリダ、リダわ、すげー。じゃあちょっとオスメス見ようかな。これはもう顔だけで物議を醸した。いや、これはもう尻尾まで出てきてるから、尻尾まで出てきてるってことはあなたオスですね。復興もっこりこっちです。 オスですね、はい、誰もなんか動画で見たら色が青白っぽい感じ。ああ、はい、これ吉岡さんです。おお、こちら吉岡さん、わかりません。わかりますか、オスですかメスですか。メスです。一応 TSD メスで、あー目本当に大事なまだ分からない、いや 目で判断しました。箱亀クイズ、じゃれん、浴衣箱亀でございます大正解、さすが、アメ箱はサクッと。お、あ、こっちオスか、違う、こっちもメスなの、ね、え、なぜかね、白いの白いのけど、でもこの尻尾見て、本当だ、顔もどう見てもメスなの、珍しい、ね、へぇはいはい、まあ、頭の形はメスだもん、ね、顔もメスですもんね、そうですね、ただ白いメスなのに真っ白、え、でかいっすね。あ、浴衣はでかくなる。あ、そうなんですか、でも本当育ったね、2年前と比べてもうフルアダルトだ、もう産んでもおかしくない、オスがまだ若いの、あ、すごい、なんかここで生まれたら顔が真っ白なのが、そうだ、ね、出てきそうですね。甲羅が全部そういう黒くならないタイプらしくて、オスのメスに、へえ、だからね、綺麗に撮れれば全部白いみたいな、全部白いのが、全部白いのが出るかもしれない。これブラックガルフですか。そうだ、すごいオレンジじゃない、うん、それは今日おととしの、ちょっと迫る、これ迫る、台湾迫る、これ台湾迫る、ミッチヤさんのところ、ああ、オスメス、多分メスですよね、メスかな、そんな感じですよね、うん、もうそのサイズまで来た。これブラックガルフ、ブラックガルフ、顔見てみな、画像機さん、裏側からすごい蛍光のオレンジじゃない、うお、すげえ。すごいよね、なんかこんなんなんだへえ。すごいっすね、何すきなんだ、あ、ぼんやりとブラックアンド両方ともオスで、あ、俺この、あ、こっちに、あ、でかい、すいません、あ、もうこの赤玉と混ぜたのが全くわかんないね、
だからこの模様ってそれなのかなともうちょっと思った。あ、そういうほらね、同じじゃない本当にこれは若玉と、だからもうこれアグラオネマの土がここに植え替え時とかにそうそう、で偶然これ、うん、ヒガ土が入ったやつが、うん、同じだったらこういう土壌もあるかなって思って、ね、本当っすね、本当に保護色だよね、保護色ですよ、ね、この模様がいい感じのこのままだよね、そうそうそう、だから半分潜ってると探すもんね俺どこ行ったんだ行かせたもん、あれいなくなったみたいな、出てきたかみたいなそうそう超焦った奥に流木の裏に行っちゃった、噛まれないね、うん、でかいね、じゃあ900、G220 とか30、はい、でかくなったね、これ亀蔵さんのとこですか、でかい、これで何年ですか、もうちょいでかかっちゃえば産んじゃうかもしれないぐらいの14ないぐらいかな、ま、いや今15センチ、でこれ入ってなった、うん、オスは細長い、でこれで何年、これ何年、何年だっけ、うち来て2年ぐらいですか、亀蔵さんのところでも1年ぐらい、じゃあ3歳3、4歳ぐらい、ユカタンこんなでかいのちょっと大きいかもしれない、成長止まらないんだよでもメスだからいい、うん、いいですけどでもでかいね、よそで見るとみんなもうちょっとちっちゃいんだよねそうだねもう18とか、まあ、ちっちゃい時からしっかり餌あげたから、まあ亀でかくなるんで、でもこれでも最初1年目は全然食わなくて、うん、人工も食わないで1年間人工食わない、へえ、 それでいたのになんか2年目から一気に火がついて、何食ってたんですか、人工食わない、名前下で肉とかそんなのばっかり、マウスとか、そしてこれは、はい、あ、これあれじゃないですか、キリンジさんのツイートで、ジャノメ、海南島のジャノメってやつですよね、ロカリティはあるけどどこが違うのかわからない、うん、まあロカリティものっていうのペア、渋いの好きだよ ね、 ね、いくらぐらいだったんですか昔は、うん、まあでも安かったですよね、だけど今いくらぐらい、今10万ぐらいしますよね、10万で効かないもっと、ベビーで10万ぐらい、でかいと20万近いでしょ、ね、15とか20とか、生成塾やたら遅いの、野生界で13生成塾、うん、あ、そうなんですか、だからオスがいない、オスがいないって、飼育下でも 7、8年とかかかるからそう、ワイルド来てずっと飼ってて5年飼ってるけどこれメスじゃんと思ったら、ただ成長止めてただけで、オス、その5年後ぐらいにオスになったとか、結構あるみたいな、うん、5匹飼っててオス4でしたみたいな、逆にその10年後ぐらいに分かって、あ、うん、これは種ヶ島さんの種ヶ島日本石が、種ヶ島ってこの黒い縁がはっきりしやすい、トラガレがあって、あと裏の模様がすごく、ね、ベビーの時がね他の日本石と違うんで、めっちゃ渋い、顔もちょっと顔つきも違いますね少しね、そうじゃない子も多いからよりそういう子をみんな欲しがるっていう、かっこいいな、正直だとね、九州でも似たようなタイプがいるからそれ混ぜられたらわからないってなるけど、そうそう、だからロカリティと、あとはその自分がその思い描いてる特徴を持ってる子を買うとっていうしかないよね、種子島でもそういう特徴を持ってない子もやっぱいるから、ああそうなんですね、うん、だから自分の中であの俺の種子島はこうだっていうのをまず自分のイメージを入れてから、それからその子を探すっていう、あ、うん、太い細い太い細いと、レオンのマチルダのマチルダがぶら下げていたカーティシー、最後マチルダそこに埋めちゃダメいやあの時は分からなかった、ね、今なら今なら分かる、今なら分かる、マチルダそこはやめてそこは枯れちゃう、土壌が立派な木になりましたけどね、その土壌ちょっと立派だね、しかしすごい、めっちゃ立派、あの映画に出てたよりも3倍ぐらいでかい感じ